じゃあそれでは今日の授業に入りたいと思います。先週は不動小数点数ということで、その表現ですね、どういうその数の表現をするかという話で、授業が終わ時間が来たので終わっておりましたので、今日はそこから始めたいと思います。で、前回の授業でですね、最後の例で、10桁の十進数でその実数をどう近似しましょうかっていう話をしました。で、その例の1番目として、その10桁のうち5桁を整数部に使って、でもう5桁を小数部に使った形で、実数を表現、近似すると。そうすると、大体、マイナス10万ぐらいの数からプラス10万ぐらいの数までの範囲で、その、実数の一部を表現できるという話までしました。で、今日話を始めるのはその次の例でして、一応、表現の仕方は、前回の授業の最後に書きましたものをもう一回書きますので、必要な方は復習してください。で、2番目の例として、確か前回の授業の最後にこういった図を書いたかと思います。で、この中で、まず、その符号に関する情報は、この10桁の数値には含めずに別途持つということにしまして、で、あとはこの M0 から M8 の桁の値と、それからここにあります、この E1 という桁の値の範囲について一応、条件を書いておきますと、次のような条件として表すことにします。まず、この整数部ですね、整数部1桁だけ取った整数部は必ず正の値を取るように表現する。0から9、あ、1から9ですね、0は入れないと。含めないと。そういう範囲で表現するということがまず1つ目で、それから、小数部の8桁ですね、M1 から M8 の値に関しては、0以上9以下の値をで表現すると。で、最後に、指数部に関しては、これは0から9の範囲の整数で表現するという、ルールで、この、実数を表現することを考えてみます。でそうしますと、この時にこの実際にこの V ですね、この V という値をこの M0 から M8 とそれから E1 で表現すると、その関係式はどうなるかっていいますと、符号の情報は別に適宜に持たせるということにしますと、
まあ、こういう形ですね。こういう形でこの実数を表現するということになります。まあ、一応符号についても、一応お断り書きをしておくと、まあ、政府の符号が2箇所に現れますけれども、それらはその政府の値どちらを取っても構わないという形で適宜 V という値を表現するということにしましょう。でそうしたときにこの形で表現できる数値の範囲というのがいくつになるか、ちょっと皆さん想像してみてください。先ほど前回の授業の最後に紹介しました、その1番目の例ですね、整数部5桁と小数部5桁を使って実数を表現することとの大きな差異は、ここにありますように10の何乗という因数をこうかけてこう実数を表現できるということで、実際に表現できる数値の範囲を書き出してみますと、最も小さい値はこの M0 から M8 で表現される部分が、まあ、こういう値ですよね、マイナス 9.999 を並べた値で、その負の値の絶対値をなるべく大きく取ろうと思ったら、指数の部分は10の9乗というふうにこう大きい値を取ればいいわけです。でまあでこの値かそれより大きい値をこの数の体系で表現することができて、で大きい方はどのくらいの値まで表現できるかというと、これのその符号こちらのですね、桁の符号を反転させた値ですので、こういう値まで表現できることになります。で、この場合は、この V の範囲の、その乗最大値、最小値をそれぞれこう整数で表現することができますけれども、そうしますと、この数の表現の仕方で V の値の大きさに着目しますと、大体マイナス 9×10 の9乗のあたりから、正の10の重量ですか、10の10乗前後までの値を表現できるということで、その少なくとも前回最後にやりました整数部5桁、それから小数部5桁の数の表現に比べますと、表現できる数値の絶対値の範囲がかなり広がっているということがわかると思います。で、ただし、このような表現の仕方をしていますと、その前回やりました1番目の表現に対する短所としましては、その絶対値、表現できる数の絶対値の大きさが広がるほど、その隣同士の表現できる数の間隔も広がっていく場合があります。特にこの場合ですと、例えばこの最大値を取りますと、この最大値のあたりでの実際に表現できる数の整数になりますので、そうすると、前回一番目にやった例ですと、前回一番目にやった表現の例ですと、必ずその数の範囲が、数の値がですね、V がどこの値になっても、小数部4桁の精度で、こう、まあ一番小さい値でこの1番目の1の精度までこう数は表現できるんですけれども、この表現の仕方ですと、この絶対値の大きさによって、その表現できる数の精度、具体的に言うと小数第何位まで表現できるかということがこう変わってくる場合があるということですね。それからあともう一つ、この数の表現の仕方に関する特徴でについて述べますと、例えばこの今は
この指数部ですね、10の何乗っていうこの指数が正の場合を考えていますけれども、仮にこの指数がですね、負になった場合ですね、例えばこの表現の場合ですと、この指数が一番小さい場合で10のマイナス9乗という値を取ることができます。そうしますと、絶対値の小さい数はどの程度の値まで表現できるかっていうと、大体そうですね、0に近い数で、その10のマイナス9乗ぐらいの数も表現できるということになります。そうしますと、この表現ですと、その前回やりました1番目の表現と比べて、その絶対値のより小さな数を扱える場合もあるということに注意しておいてください。で、実は、今回の2番目のようにですね、この指数の部分にを使うことによって、その絶対値がより大きな範囲の数を、実数を近似して表現したり、あるいはその絶対値がより小さな範囲の実数を近似して表現するのを、不動小数点、もしくは不動小数といった数の表現と呼びます。まあ、今回のその2番目の例のような数の表現を不動小数点、もしくは不動小数点数、あるいは不動小数と呼んだりします。で、この数の表現がその不動小数と呼ばれる語源というか意味につきましては、まあ、読んで字のごとくその小数点が動くということを言っているんですけれども、小数点が動くことはどういうことかっていうと、例えば、今ここにありますように、この数の体系で表現できる一番大きな数ですね、この 9.99 ふにゃふにゃかける10の9乗という数を実際に、この指数の部分も合わせて表現しますと、これ、整数になるわけです。で小数点が一番こう数並べた桁の右側に行ってるんですけれども、逆にじゃあこの数の体系で表現できる一番小さな方の数を考えますと、これ大体10のマイナス9乗の数を表現するわけですので、その場合にこれをその小数だけで表現しようとすると 0.0000 いくつというふうに今度は小数点がこう左側の方にこうずっと行くわけですね。まあ、そういうことで表現するこの V のその絶対値に応じてこう小数点の位置がこう右行ったり左行ったりいろいろな場所を取り得るということがこの不動小数という言葉の語源になっています。でそれに対して前回の授業の最後でやりました1番目の例のように、どんな時にも、例えば整数部5桁、小数部5桁で表現するような数って言いますと、どんな時にも、その小数点の位置というのは、数の範囲の中で、ちょうど10桁数を並べた位置の真ん中の位置で固定されていますので、そうすると、前回の1番目のに出しましたような、その実数の表現っていうのは、固定小数点というふうに呼ばれることもあります。ここまでが大体その不動小数点もしくは不動小数点数のがどういう表現の数かという、まあ、導入ですけれども何か質問ありますでしょうか。それでは
じゃあもう少しこうですね、この不動小数点によるその実数の表現の仕方について細かく見て、詳しく見ていきたいと思います。で不動小数点による実数の表現は、まあ、いろんなやり方がありますので、ここではその一般的な表現の仕方をまとめて書いておきますと、実数をですね、マイナス1の S 乗かける M かける B の E 乗という形で表すことが一般的です。で、ここでそれぞれの記号を説明しますと、まず S は符号ですね。まあ、一般には0か1のどちらかの値を取れば十分です。で、それからこの M が先ほどの例では実心の数をこう何桁か並べた数になりますけれども、この部分を仮数と言います。英語で言うとマンティサと呼ばれる場合が多いです。それから B が、奇数と呼ばれる数です。で、最後に E が指数と呼ばれます。で、一般には不動小数はこのような形の表現をしておりまして、その上で例えばこの仮数部 M の値の範囲をどのぐらいに取るとか、それから奇数ベースはコンピューターの場合は大体2ですけれども、どういう値を取るとか、それから指数部エクスポネントの E の値をどのぐらいの範囲で取るとかということで、不動小数の体系を決めて使っています。まずです。で、次に、その不動小数の正規化という話について説明をしておきます。で、例えば、そのある実数をですね、不動小数で近似することを考えます。ここに唐突ですけれども、2.9979×10⁸ という値を出しましたが、これが何を意味するものか知っている人はいますか？多分物理学類の人たちだったらパッと手が上がりそうですけれども、実はこれは真空中でその光が進む速さを SI 単位系のメートル毎秒で表したものです。の、まあ、その近似値ですね。で、
まあ、こういう数が与えられたときに、実はまずこの数の表し方なんですけれども、この仮数部の値と、それからこの10の8乗という指数をこういろいろ変えることで、いろんな表し方があるということに注意しましょう。例えば今はこの指数部が10の8乗でしたけれども、これを仮に仮数部を10倍して、こう指数を1減らしても同じ数を表現できるということですね。具体的に言うと、これと等しい数の表現として、まあ、こういう表現もできますし、あるいは逆に、仮数部を10分の1倍して、その代わり指数を1つ増やすと。まあ、こういう表現もできるわけです。で、この例で分かるように、浮動小数で実数を表現する際には、この指数の大きさ、値をずらすことで、一つの数値に対して幾通りもの表現が存在します。ただ、その実際にこの計算機を使って、こういろいろな操作をする上では、一つの数に対していろいろな表現の仕方があると、なかなかその処理が面倒なんですね。で、まあ、数学でもいろんな分野の数学でよくやりますけれども、その表現が、こう、一つのものに対して表現がいくつもあると、それに対する扱いというのが、こう、面倒だったりするということで、数学でよくやられるのは、その、一つの表現に対して、その、ある条件を用いて、その一つ、その表現を一つに固定するといったようなことが行われます。これよく正規化というふうに言いますけれども、実際には、実はこの浮動小数においても、まあ、こういう問題がありますので、こういう問題を防いで、そのある数の表現を一つに固定するために行われるのが正規化という処理です。そうすると、もう一度まとめますと、一つの一つの数値に対していくつもの表現がありますと。で、まあ、それに対してこの表現を一つに定めることを考えましょうっていうんですけれども、まあその方法というのはいくつもいろいろ方法が考えられると思います。で、まあ、その中で例えば例として仮数の整数部ですね。仮数の整数部を仮に1以上10未満の数にしなさいと。そうするとこの表現が1に定まるということがわかると思います。他にもいろいろな正規化の方法ありますけれども、まあ一つのやり方としては、例えば、仮数の整数部を1以上10未満にすると。そういったようなことをして、その浮動小数の表現を一時定めるというのが、ここの浮動小数における正規化です。で、先ほどの今日の授業の冒頭で
やりました例では、この整数分の M0 の値をですね、1から9の間にしますというふうに定めていましたけれども、実はこれは今述べた正規化の一つの方法なわけですね。それによって表現できる、ある与えられた実数に対してその表現方法を一つに固定するということで、こうその後のいろいろな扱いに対してこう便宜を図ろうというわけです。でそれでは、今ここで、その、まあ、一般的な不動小数点による実数の表現と正規化について話をしましたので、今度はもう少し具体的に、計算機上で その不動小数点数の例について説明したいと思います。でまあ、ここではその実数 R をじゃあ実際に計算機上でどのように表現するかということについて見ていきましょう。でまずは先ほどの一般論の説明しましたようにその符号ですとかそれから仮数ですとかそれから奇数ですとか奇数をどのように定めるかということになるんですけれどもまずよくやられるのはまず符号 S ですね。符号 S に1ビット使いましょうと。ですので、まあ0か1で正か負かっていうのはまず表します。それから、奇数 B なんですけれども、コンピューターのメモリは基本的に二進数の情報を扱いますので、まあ、奇数 B を、まあ、2と、2で捉えることが一般的です。あとは指数部 E ですね。これはちょっとまだこのまま残しておきますけれども、それから、あと仮数部。仮数の M を、これを N ビットの二進数で表すことにします。で、さらに、この仮数には先ほど述べました正規化を行いますけれども、この仮数の正規化に関しては、先ほどの一般例では、10進数で表していましたので、1以上10未満の数ということにしていましたけれども、今回は計算機上で奇数が2ですので、この仮数に関しては、1以上2未満になるように E を定めます。まあ、こういう形で、その計算機上での不動小数が考えられることが一般的です。で、さらに、もう少し具体的に表現していきますと、その仮数の表現を、ちょうど N ビットを使って、しかも、1以上2未満になるように表しましょうということですから、
まずこの n ビットにあたる数を書いてるわけですね。桁を書いていきましょう。注意していただきたいのは、これ、M1、M2 の積ではなくて、ただ単に、この1か0の数を並べただけだっていうのに気をつけてください。で、こういう形で、こう、1か0の数を並べると。で、まあ、M0 は常に1を取ります。でそれから、まあ、これがまあ整数部に相当するわけですね、仮数の。でそれから、この仮数の小数部にあたる M1 から M の N-1 は0か値の1の値を取ると。でその上で、まあ、仮数をですね、実際に M0 から N、M の N-1 という値を使って表した上で、実際にその仮数、大事 M っていうのはどう表されるかっていうと、このような形で表しましたけれども、一応注意すべきは、この整数部の M0 もこの表現に含まれているということですね。それも含めてこういう形で表すと。によって、最終的に実数 R を、マイナス1の S 乗かける M かける2の E 乗と表します。まあ、細かい部分はその計算機の種類などによって若干異なってくる部分はあるかと思いますけれども、まあ、大まかでは計算機上ではこのような形で不動小数によって実数を表現します。までいいですか。で、今はその、まあ、計算機上でのそのに特化したその不動小数の表現をやりましたけれども、次はさらにもう少し話を具体的にして、その現実に私たちが使っている計算機上でよく使われる不動小数点の規格について少し紹介しておきます。とここに書きましたけど、このアルファベットの並びを、読み方を知ってる人ってどのぐらいいますか、この中で。見たことある人いますか。はい。とこれですね、読み方は IEEE と言いまして、E が3つ並んでいるからトリプルなんですけれども、アメリカの
まあ、電気電子情報学会というような学会です。まあ、正式な日本語の訳の学会名は僕もよくまだ知りませんけれども、まあ、電気電子情報分野では、まあ、世界最大の学会の一つと言っても過言ではありません。で、この IEEE では、そのいろいろなその電気電子通信情報に関する規格も決めておりまして、でその規格ごとにこう何番という規格の番号が振られております。で、現在私たちが使っているコンピューターの多くで採用されている不動小数点規格というのは、この IEEE の754という、こういう規格がよく用いられています。ので、まあ皆さんですね、知らなくても使っているという規格だと思いますので、一応ちょっと紹介しておきたいと思います。で、この規格なんですけれども、その表現する仮数ですとか、それから指数の精度に応じて、いくつかの異なる精度に対応した規格というのがあります。で、一番基本的になるのは、その単精度と呼ばれる規格でして、それから、倍精度という規格、それからあと、場合によってはその4倍精度といったような規格もありますけれども、とりあえず、一番基本となります、その単精度と呼ばれる規格について紹介します。で、この単精度の規格は32ビットを使って一つの不動小数を表現しようというものです。まあ、この IEEE の一連の不動小数点の規格の中でも、まあ、一番基本的なものと言って良いでしょう。で、じゃあ次にこの32ビットを使うということですので、実際にこのビットを並べて、まずそれぞれの役割を紹介したいと思います。これ以前もう授業で書きましたように、この箱を32個並べてみますけれども、一応ここにありますように、まあ、左側をビット0にして一番右側をビット0にして、で一番左側をビット31というふうにしますけれども、まあ、そこにこういくつか記号を入れていきます。でまず、一番左側の31ビット目にはこの S が入ります。 S というのは先ほど紹介しました符号のビットです。で次に、この右側の方ですね、この23ビット目から30ビット目に指数が入ります。これ、番号は、記号は23ビット目を E の0とつけて、以下 E1、E2、E3、E4 というふうに言って、30ビット目を E7 とします。でこれは指数ビットです。これ全部で、8ビットあります。であと残りは仮数ビットと呼ばれるもので、これは番号の付け方に逆なんですけれども、今度は22番目に M1 をつけて、今度は右に向かって M2、M3 というふうにこうインデックスを増やしていって、最後M の22と M の23で終わります。で、これが仮数ビットです。で、実はこの IEEE の不動小数点の規格では、そのもう1ビット隠れた仮数ビットがあります。でそれは何かというと、先ほどその仮数部の正規化というところで紹介しましたように、
その仮数部の整数部は一桁で必ず1トークというふうに説明しましたが、この IEEE754 の企画では、その整数部の1と、常に1とするという仮数部を、このビットの中には入れません。なぜならば、その、特別な場合を除けば、そこは常に1だって分かっているので、で、それを、まあ、暗黙の仮数ビットとでも呼ばれますけれども、それを含めて仮数部24ビットとして扱います。ですので、この32ビットの中には入ってないんですけれども、まあ、M0 イコール1という暗黙の仮数ビットがありまして、まあ、正規化された暗黙の仮数ビットを含めて24ビットの仮数ビットを使います。で、この仮数部についても、実はいくつかその表現の仕方で例外がありまして、まず一つ目としては、今申し上げたように、この暗黙の仮数ビット M0 イコールを1と置いて、で、その仮数部が必ず1以上になるように正規化するという方法とですね、もう一つは、この暗黙の仮数部 M0 を0と置いて、非正規化数でこの次数を表現するという2つのやり方があります。で、なぜわざわざその非正規化数を扱うかというと、まあ、理由としてはその方がより小さな数を扱うことができるように表現が拡張されるんですね。で、まあ、もし M0 を常に1と置いておきますと、その、まあ、表現できないような小さな数を、まあ、M0 をこの仮数部の整数部を0と置くことで表現できる場合がありますので、一応そういう2通りの正規化された数とそれから非正規化された数、2種類の仮数を表現できるように規格では定まっています。一応まとめて書きますと、まず M0 イコール1と置いて、その M が1以上2未満を満たすように正規化するという方法ですね。もう一つは M0 を0と置いて、その非正規化数でより多くの数値を表すというやり方があります。一応これからこの2通りの表現をですね、実際に具体的にそのどのようなやり方で行うかというのを式として書いていきます。まず最初にその暗黙の仮数ビット M0 を1と置いて正規化した場合の表現ですけれども、まず実数 R は先ほど説明しましたように、
まあ、符号部分と、それから仮数部分と、それから2の E 乗の積で表しまして、じゃあ具体的にその M と E をどう表現するかという話なんですけれども、まず M に関しては、こういう表現の仕方をします。すなわち、2の i 乗分の mi ですから、例えば m の1は2分の1ですね。それから m の2は2の2乗分の1というふうに、m の i が2の i 乗分の1を表すように、それらの、その2のべきを分母とするような有理数の和で、この仮数部を表します。それから指数部については、このような形を表しまして、指数部は8ビットビット数がありますので、全体として256種類の情報を表すことができるんですけれども、実際にはこれ、マイナス127という数を加えています。これは何かっていうと、ちょうどこの E7 から E0 で表される、これは普通の2のべきの和の整数なわけですね。で、これをちょうど127だけ負の方向にずらすことで、こう、正の数と負の数に相当するものを表現しています。ですから、この場合ですと、この E の I のこの二進数の表現で、127のときがちょうど、この指数が0になるような形でこう表現しています。以上が、この仮数の、その正規化を行った場合の、この、R 実数の表現です。一応そうですね、この黒板残しておきますか。ちょっと黒板の使い方変則的ですけれども、先ほど書いたその不動小数点のビット列の並びの書いた黒板を残しておきます。で、今度は、この非正規仮数を扱う場合なんですが、まあ、R はこういう形で表しますと。それで、仮数部の M は、先ほどと異なるのは、まあ、ここの正規化の時の1がないですね。それ以外は一緒です。で、先ほどと異なる部分は、この指数の値でして、非正規仮数で表現する場合には、この指数 E をマイナス127に固定します。で、これは、このビット率の表現ではどのようにして得られるかというと、指数ビットをすべて0にしたとき、のみにこういう表現を使います。ですので、まあ、ちょっと言い方変えますと、その指数ビットが全て0になっているときは、この暗黙の仮数ビットは0と思って、で非正規仮数で表現しようというのがこの規格です。
この規格におけるその非正規関数の表現です。こういうちょっとした差異ですけれども、異なる部分があることに注意してください。で、あとは、基本的な実数の表現というのは今の2通りの方法で行いますけれども、その他にこの IEEE754 の規格には、何種類かの特殊な数の表現が定義されていますので、それについても一応紹介しておきます。まず最初に、ゼロの表現です。で、これは、実はこの IEEE754 の話は以前、大学院の授業で初めてしたんですけれども、その際に学生の人から、じゃゼロはどういうふうに表現するんですかという質問が来まして、で、初めて授業したときには、そこまでちゃんと調べていなかったので、後で調べて説明しましたけれども、確かにこう気にはなるところだと思いますので、ちょっと説明しておきます。まず、M は0としますので、仮数ビットはすべて0にしてしまいます。それから、指数ビットもすべて0にします。すなわち、ここで定義でいう E はマイナス127とします。で最後に符号なんですけれども、ここはちょっと特徴的かもしれませんが、符号は0か1、どっちか取り得るんですけれども、これのどっちも取って良いことにしています。そして、符号が0で、1か、符号が1であれば、プラス0、0であればプラス0。0であればプラス0。それから、1であればマイナス0。ということで、この不動小数点規格のその0に関しては、そのプラスの0とマイナスの0という2通りの表現の仕方が存在します。実質0といいますと、プラス0でもマイナス0でも、こう、数学的には同じ等しいものを表すとは思うんですけれども、これいろいろな計算の種類によって、こう、よってはこう意味の意味付けを変えて用いている場合もあるかと思います。これでいいですか。で、ゼロの話が出ますと、皆さんの中には当然、こう、無限大の表現にこう、が気になる人もいるかもしれませんが、無限大の表現についても説明しておきます。無限大の表現の仕方なんですが、まず仮数部に関しては0と同様、仮数ビットはすべて0にします。
それから指数部に関しては、これは若干普通の実数の表現とは異なるんですけれども、指数は127、すなわち指数ビットをすべて1にします。ですので、普通の実数を表現するときには、この指数ビットがすべて1ということはないということに注意してください。この指数ビットがすべて1の表現というのは、このプラスマイナス正か負の無限大を表現するために予約されています。で、最後に符号なんですけれども、まあ、こちらはこの符号の差異がちょうど数学的にも意味のあるものでして、まあ、符号が0のときはプラス無限大、1のときはマイナス無限大を表すことになっています。以上がこの駆動小数点規格による正負の無限大の表現です。で、実はもう一種類、その特殊な数の表現についての規格があります。これはちょっと皆さん見慣れない記号かもしれませんけれども、大文字の N と小文字の A と、また大文字の N という記号で、これ、not a number という項目の言葉の略語です。まあ、日本語で言うと、いろいろな訳があるかと思いますが、一つにはその比数といったような訳もあるようです。で、これはどういう種類の数かというと、例えば0÷0などのように、その計算結果が意味を持たないような計算が行われてしまった時のこの数の表現です。で、これを表現するのに以下の使い方をします。まず、仮数部は0ではない。0ではないということはどういうことかというと、具体的に言うと、その仮数部は0以外の任意の数ですね。少なくとも一つのビットが1であるような任意の数をセットします。で、次に指数部は127、すなわち指数部のビットはすべて1とします。で、最後に符号ですね。これは、符号は0か1のどちらかを入れても良いことにしまして、この not a number を表すときには、符号の値には無関係ということにします。以上がこの not a number 比数の規格なんですけれども、大体、まあ他にも細かい規約はいくつかありますが、その大まかな部分ですね、この規約の大まかな部分は以上のような形になっておりまして、で、このような形でこう、駆動小数を表現する、あとはこの
規格を用いる計算機、CPU に対しては、まあ、このような形で、こう、いろいろな演算を、こう、正確に処理することを要請しています。ですので、こう、皆さんが、その、日頃使っている、携帯電話ですとか、それから、まあ、パソコンもそうですけれども、そういった、この、計算機を用いたデバイスには、大抵、この IEEE754 の不動小数点が使われているということで、まあ、まあ、あの日々使っているということをこう認識してもらえればというふうに思います。で、この IEEE754 の規格なんですけれども、あの現在ではですね、先ほど述べましたように、単精度、今紹介しました単精度の規格のほかに、倍精度という規格もありまして、まあ、いろんな場面ではこの多分倍精度の方がより広く用いられている場合もあります。例えばの数値計算の分野などでは、この倍精度が現在は主流だと思いますが、まあ、ちょっとここの授業では時間の都合もありますので、倍精度の説明は省略させていただきますが、僕の講義ノートには倍精度の規格も書きました。で、この授業終わりましたら、まあ、次回の授業ぐらいまでには、この講義ノートをスキャンしてアップロードしておきますので、興味のある人は参照してください。あと、ついでに連絡ですけれども、先週と先週のこの授業の録画と、それから講義ノートの方も、僕の授業のサポートページの方に上げておきましたので、まあ、復習などに役立ててもらえればというふうに思います。で、ここまで何か質問などありますか？それでは、まあ、あの、駆動小数点の話をしてきたんですけれども、まあ、避けて通れない、駆動小数点を説明する上で避けて通れない話に誤差の話がありますので、まあ、今日はちょっと残り時間少なくなってきましたが、とりあえず残りの時間で、あとは、まあ、続きは次回ということで、その駆動小数点演算におけるその誤差の話をしたいと思います。でまず最初に強調しておきたいのは、不動小数演算、不動小数点で実数を表現しようとすると、多くの場合、誤差が発生するということです。なぜかというと、まあ、今までその不動小数点の定義ですとか、規格を見て皆さんお気づきだと思いますけれども、結局、その実数を、まあ、有限桁の数で近似することになりますので、まあ、その有限桁の範囲内で表現できるような有理数などであれば、まあ、不動小数でも誤差なしで表現できるわけですけれども、まあ、大抵の場合はそうなるとは限らないということに注意してください。で、さらにそういったその誤差を持つようなその不動小数に関してこう演算を行いますと、またそこでこう演算によって新たな誤差が発生することもあり得ます。で、それがどん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 積み重なりますと、実は実際にこう計算していたデータに意味がなくなったりとかですね、そういったことが起きる場合もありますので、それはあの駆動小数を扱っていろいろな計算をする場合には皆さん注意が必要です。そういう意味を込めまして、ここではその駆動小数演算でどういう誤差が起こるか、起こり得るか、それからどういう点に注意しなければならないかということについて簡単に紹介いたします。で、駆動小数演算における誤差は大きく分けて3種類ありまして、で1つ目が丸目誤差と呼ばれるもの、で2つ目が桁落ち誤差、
3つ目は情報落ちと呼ばれる誤差があります。でここではまず最初にこの丸目誤差から説明していきます。一応、浮動小数演算には丸目という操作があります。英語で言うとラウンディングと言います。ですので、この丸目の際に行う、生じ得る誤差ですので、ラウンディングエラーというふうに呼ばれています。でまあ、例えばその例なんですけれども、π、まあ、これ皆さんよくご存知の円周率ですが、これを浮動小数で近似しましょうということを考えまして、例えば今、仮数部10進1、2、3、4、5桁で、この円周率を近似することを考えますと、3.1415、まあ、次に向けたとして9が来るんですけれども、大体こういう場合になりますと、その計算機がよく行うのは、表現可能な一番下の桁のさらに一桁下で、まあ、四捨五入ですね。四捨五入といったようなことを、まあ、行います。これを一般には丸目と呼びまして、そうしますと、この場合ですと、例えば丸めの方法として四捨五入を用いますと、ここをまあ6にするわけですね。そうすると、その分、この丸めた分の誤差が現れます。発生します。で、これを丸め誤差と言います。で、この丸めの操作については、その計算機の内部にガード桁というこういう特別な桁を用いて丸めを行います。まあ、英語だとガードディジットって言いますけれども、まあ、実際に我々が今使っている計算機のほとんどは二進法ですので、まあ、このディジットというのは事実上ビットとも言えるわけですね。ですね、ガードディジットとかガードビットっていう呼び方をしますが、これを設けて丸目を行います。まずこれが丸目誤差の説明ですね。ここまでいいですか。じゃあ次にその桁落ち誤差について説明します。桁落ちとはこういう字を書きまして、まあ、数値の桁が落ちると書きますね。で、英語ですとこれはキャンセレーションと呼ばれまして、キャンセレーションエラーと呼ばれるものです。で、これもちょっとした例題で説明したいと思いますが、
今、その仮数部が10進9桁で正規化されている不動小数、2つの不動小数の引き算を考えたいと思います。1つはこういう数ですね。1.234567891010。と。でもう一つは、まあ、こういう数です。1.2345 までは上の数と一緒ですけれども、その下の桁は全部こう0というような数。まあ、上の数から、まあ、下の数を引くことを考えましょう。で、今回の説明では、その不動小数演算の、その加減乗除に関しては詳しく説明しませんでしたけれども、先ほど正規化した表現を考えるって話をしましたので、特にその加減算について注意しなければならないのは、その正規化した表現を一旦、小数点を揃えるという操作が必要です。そこに気をつけてください。今回の例では、たまたま2つの数とも、その仮数部、仮数部に対してその小数点の位置が揃っていますので、まあ、このような形でその正規化したものをそのまま形を使って計算ができますが、実際に引き算をするとどうなるかっていうと、この仮数部の上の5桁が全部0になってなくなるわけですね。で、引かれる方の数のこの桁が残ると。まあ、こういう形でまず引き算が行われます。で、次にこの引き算した結果に対して行うのは、この正規化をしなければならないわけですね。で、この積算の結果に対して正規化を行うとどうなるかっていうと、これ整数の桁が非ゼロになるようにしますので、この桁にあります6は、この整数の1の桁に持ってきます。そうすると6、7、8、9となりますけれども、この下の桁がないですので、10のマイナス5乗となります。で、今日は時間になりましたので、じゃあ次回はこの桁落ち誤差の部分から、残りの部分を説明していきたいと思います。何か質問などありますでしょうか。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。